カジミエシュワインは、ポーランドの眼界で、エスペラントの運動家。エスペラント界では、カーベというペンネームで知られている。熱心な運動家として翻訳などに携わったが、突然、エスペラント運動から去ったことでも有名である。若い頃彼は反ロシア運動に携わったために、数年間追放された。そして、火山で医学を学んだ。彼は、多くの専門書を表し、 ワルシャワ眼科学会とポーランド眼科協会を設立。彼はまたアマチュア写真家としても知られる。バインは最も早い時期のエスペラント運動家であった。彼の生命の先頭のそれぞれの2文字をくっつけたカーベというペンネームで表した。1904年、バツワフ・シェロシェフスキの悲惨の深みラフンドでエルミゼロを訳し有名になる。1906年に、 エスペラントがクシーンの副議長になり、エスペラントの初期の発展の重要な部分に携わった。彼の最も有名な功績は、ボレスワフ・プルスのファラオの翻訳と、最初のエスペラントの辞書の一つであるボールタロで、エスペラントの編纂であろう。しかしながら、今日知られている彼についての最も有名な事件は、1911年に、彼が突然理由も言わずエスペラント運動から去った。 ことだろう。彼が去った原因は不明で一説には、アントニー・グラボースキーや他の運動家との意見の違いがあったためとも言われている。エスペラント運動から去った後、彼はワルシャワ眼科学会の重役になった。1931年、エスペラントの雑誌リトラチュアロー問題に、彼へのインタビューが載った。彼は、言語問題の解決につながらないだろう。 エスペラントの発展の欠如について話した。カーベが運動から離れた後、カーベの名に由来して、かつて熱心だった運動家が黙って、エスペラント運動を去るという意味の動詞、カベができた。彼はわかりやすく上品な文体を好み、複雑であまりにも論理的な表現を避けた。例えば複合的な辞世を使う、エスタス、インタ、エスティスアンタのような表現を避けた。彼は、 エスペラント原作の著作をしなかった。彼は常日のインタビューで次のように述べた。エスペラントにとっては自由な原作の著作よりも翻訳の方が有益になる。原作作家たちは難しい表現を使わないか代わりの表現を使うだろうから。一方で次のようにも述べた。しかし一方、エスペラントには確かに原作作家が必要である。 たとえ原作作家が言語をあまり発展させないであろうとしても翻訳家たちが多言語から取り入れた表現をエスペラントの中で使い固定させていくからである。ありがとうございます。